どうもこんにちは。話し相手は飼い猫、毎度おなじみウプ主のミーです。ねえねえ、やばい奴が踊ってるんだけど。ああいうのは見ちゃダメですよ、見て。やっほー、画面の前のみんな。毎度おなじみ美人ミコレイムちゃんよ。夏休み、今年も何もなかったな。お久しぶりですよ、ウムです。よ、毎度おなじみマリサだぜ。ということで今回は、超大規模遊園地に遊びに来ました。ちらっと見る限り、鉄骨がそこら中にあってやべえ場所ですね。その鉄骨はジェットコースターだよ。お前もお前で何寝てんだ。いやー、実にアスファルトが心地よくてね。あら病気だぜ。ところでこの遊園地は入園料は無料なの？もちろん、無料で入れて無料で乗り放題だよ。全部無料なんて何か裏がありそうで怖いんですが。大丈夫大丈夫、きっと安全だから。何を根拠に言ってるんだろうか。お、これは逆バンジーじゃないか。下から上に向かってぶっ飛ぶやつですね。凄まじい G がかかりそうだな。ちょうど人が乗ってるから様子を見てみましょう。マジかよ。あれはやばい。ああ、誰が見てもそう感じるぜ。乗ってる人、あの世に行ってないわよね。あの高さで高速回転、もしかしたらもう。行っててー。あ、降りてきたからもう終わったのかもね。三半規管に自信のある方のみ、挑戦してくださいね。うわあ、人が放り出された。じゃあ、思いっきり事故じゃねえか。すごい高さから落下したのに見事に立っていますよ。不死身かな。なるほど、この遊園地は無料の代わりに安全ベルトがないんだね。冗談じゃねえ。あ、また人が放り出されたわ。ぴょんぴょん跳ねてますよ。どうなってんだよ。それじゃあまず最初はこのジェットコースターに乗ってみよう。人が誰一人いませんね。そりゃあさっきみたいな事故が起こるかもしれねえしな。このジェットコースターには安全レバーが一応ついてるよ。一応ついてるなら安心ね。一応って全然安心できねえだろ。視点を私の目線にしたので、皆さんも乗っている気分になってくださいね。うわあ、宙返りしてます。ひー、結構本格的じゃねえか。あら、今ネジが外れた音がしたような。現状だ、現状であってくれー。うわあ、目が乾燥してドライアイになるー。風圧が強すぎて髪の毛がなくなるー。大問題だよ。このジェットコースターはカーブがかなりきつかったわね。うんうん、体持っていかれそうになったよ。生きて帰ってこれてよかった。それじゃあお次は某遊園地にある、それでいいじゃないかに似たコースターに乗ってみます。それでは余計だ。だったらこのコースターはええわけないじゃろという名前にしましょう。それこそええわけないじゃろ。このチューブラリン状態なのが怖いのよね。では視点を切り替えますよ。マジか、こんな状態で進むのかよ。まあ多少吹っ飛ばされても生きてはいられると思うので楽しんでいきましょう。楽しんでいられるか。某遊園地の乗ったことあるけど、あれのおかげで絶叫マシーン恐怖症になったよ。じゃあ、ゆっくり進んでくれー。地面が近いわ。遊園地を一望できますが見てる余裕なんてありません。こんなのええわけないじゃろー。あれ、私たち空を飛んでる。なるほど、天に登っているということですか。登ってたまるかー。ええわけないじゃろ。あ、ようやく終わったみたいよ。なんとか生きて帰ってこれたぜ。まだ終わりじゃないよ。安心させて気を緩ませてからの急降下なんて、どんな殺人マシーンですか。ぐわー、柱にぶつかる。空に放り出されるー。地面に叩きつけられるー。こんなにヤバいコースター、ゲームで乗ったの初めて。あー、怖いし長いし、寿命をガリガリ削られた気分だぜ。今度こそ本当に終わりみたいよ。画面の前の皆さん、お疲れ様でしたー。この遊園地、相当ヤバいぜ。そうですね、舐めてかかったらあっという間にあの世行きですよ。じゃあ、バンジー。それじゃあ今回も張り切って橋作りしていこう。最高の橋を作るわよ。待てー。昨夜。ヤーサクどうかしたの？どうかしたの？じゃないですよ。あなたたちが作った橋。このヤーサクがしっかり見させていただきましたよ。自分でその呼び方使うんだ。まったく、全然橋のことを理解していませんね。まあ、渡れたらいいや程度だね。それがダメだって言ってんだろうが。初耳。橋というのは単純そうに見えて実は複雑で奥深いものなんです。どういう風に奥深いのよ。そりゃアマゾンの奥地のような奥深さですよ。なるほどわからん。ですからあなたたちは今回私の指導のもと、きちんと橋を作っていただきますからね。きちんと、作ってもらいますからね。はい。最初のうちは簡単だったけど、どんどんステージが進むごとに難しくなっていくんだぜ。そうそう、車の台数も増えたり坂道なんかしょっちゅう。
そんな時は一番どこに負荷がかかるのか見て、そこをバランスよく補強してあげたらいいんですよ。この場合はこの部分がちょっと弱いかな。いやいやいや、原因はこのヤギのガン身だと思うわ。あまりのガン身で普段の力が出せなくなってるのよ。ヤギなんか関係ねえよ。まあ確かに人に見られると十分に力が発揮できないなんてことありますよね。真面目に答えなくていいぞ。あ、羊も見てた。この形状こそ安定感抜群、対岸まで渡りきれるはずです。思いっきり予算オーバーしてるがな。お金と渡りきるのどっちが大切ですか？お金。そう気を落とすなよ。答えた相手が悪かっただけだから。そうそう、気にしない気にしない、お前のせいだよ。さあこれで渡りきれますよ。おお、安定感抜群だな。下り坂がちょっとブラブラしてるよ。でもちゃんと渡れたわね。さあこの調子でどんどん橋を立てていきますよ。次は大きな車が渡るみたいだぜ。それなりの負荷が橋にかかることになるね。それじゃあ橋を作っていきましょう。あら、今回使える材料は少ないのね。こういう単純な橋だったら私でも簡単に作れるよ。そうですね、ちょっとオープン主作ってみてください。お安い御用だ。作れてない。今度は橋に選ばれ橋に敷かれている私が作るわ。何言ってんだこいつは。ウプ主と霊夢は不安ですね。何言ってんの、イカダに乗ったつもりでいなさいよ。不安だわ。この橋は中心のこの部分が重要になりそうだな。そうですね、中心部分をしっかり作ってあげないと一瞬で崩れるでしょう。でも使える材料は木の板とコンクリだけだよ。そうなのよねー。単純でいいんだけど、工夫しないと難しいわ。ってことでちょっとひらめくまで待ってね。ひらめいたー。嘘ー。私の一級品の頭脳を使って作り上げたわ。本当にうまく渡れるの？まあ見てなさいって。相当自信があるようですね。まあね。どうか。ここはなんとか耐えた。このまま一気に渡るわよ。おーおー、すげえ。本当に成功しましたよ。どや。次は二段の橋を作るみたいだよ。こんな橋見たことねえな。支えが何もないからこれは困ったわね。そんな時こそ鉄骨とロープの出番ですよ。この二つをうまく使えば支えがなくても渡らせることができます。うまく使えなかった場合はこうなります。これはひどい。そうならないためにもどこに力が加わるのか研究して作りましょう。いやー、今のいけると思ったんだけどな。大抵の悪い見本はウプ主か。きっと板の支えが足りなかっただけだよ。おお、ウプ主が何としても成功させようとしているわ。とんでもなくがっちり組んでいるんですけど。ゴリ押し作戦だろ。そもそも低コストで作ろうとするから壊れちゃうんだよ。安全にはいくらだってお金かけてもいいよね。かけてもこれだぜ。もっとかけてやるー。さあ今度はどんな風にぶっ壊れるのかしら。ぶっ壊れるの前提。お金かけただけあってちゃんと渡れていますね。まあ渡れたしいいだろ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。絶叫マシーンはスカッとするから私は好きだぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。